はい、どうもゼゼンです。まあ外に来てるということはもう何の映画を見るかと言ったらもう日付でも一発かなということなので、はい、今回は鬼滅の映画のレビューをしていこうと思います。森っていうの、完全に森、そんな大自然の中で映画を楽しんでいこうと思います。はい、もう鬼滅の刃もう話題中の話題ですけど、いやちょっと想像以上に人がえぐい。もう結構早い時間なのにもう物販の列がえげつないくらい人並んでて、僕はチケットだけ買う予定だったんですぐ買えたんですけど、もう物販の列がこう何度も何度もこう折り返してて、完全に鬼滅クラスター。で、並んでる人も結構若い男の人や女の人だけじゃなくておばあちゃんとかもいて、うわ結構老若男女問わず受けてんだなっていうので、なんか原作から応援してた僕としてはすごい感動を隠せない。本当にね、本当に連載当時はなんかさ、好きな人は見るよねみたいな、なんか2が選ぶみたいな感じだったけど、こんないっぱい受けするとは思わなかったよね。はい、ということでもう本当に今こうリサさんの炎とかを聞いて感情を完全にチューニングしてるので、もう多分ちょっと背中押されたらもう今の段階で泣けるよね。もうあ、煉獄さん、煉獄さん、そんな感じで高ぶった感情をね一気に映画で爆発させていただきたいなと思います。いや本当に楽しみだった。それじゃあ劇場版鬼滅の刃見ていこうと思います。いったかるぞ、だー。はい、どうも、というわけで戻ってきました。はい、見てきましたというわけで、まあこっからすぐ戻ってレビュー動画撮ってっていう感じなんですけど、もうやばかったっす。何はともあれなんか目腫れてね俺、やばい本当に。いやすごかったっすね、マジですごかった。はい、ということで、まあ、見終わった後の感想ってこんなもんですよね。すごかったぐらいしか出てこないんだけど、まあ、細かいことはね戻ってレビューしようかなというふうに思うんで、よろしくお願いします。バイバイ。というわけで戻ってきたわけなんですけど、いやーいいなー、よかったっすね、マジでよかった。うん、もう本当に原作より泣いちゃったもんな、マジでかなりよかったっすね。で、ちょっと、ずっと帰り道で考えてたんですけど、ちょっといつも僕映画のレビューするときは、もう見てない人にも見てもらいたいっていう気持ちを込めて、こうネタバレなしでこう、レビューしてたんですね。だけど、ちょっと今回はネタバレしていいっすか？マジで今回しなきゃ語れねえわ。本当にあのシーンが良かった、このシーンが良かったってちょっと語りたい、今回は。許してくれっていう感じで、今回はネタバレありでレビューしていこうと思います。漫画の方の、漫画原作のストーリーについては一切、こう、ネタバレはしないでいくので、まあ、アニメ勢でも楽しめるように、まあ、映画の話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、戻ってきたわけで、まあ、まず、ちょっと、戦利品じゃないけど、まあ、特典についてちょっと話そうかなと思います。僕のとこでは、まあ、無限列車編煉獄ゼロ巻と、ちょっと、塗り絵をもらいました。なんか、小峠小夜春さんのメッセージ付き。なんかまだまだお家で過ごす時間も多いと思うので、塗り絵で楽しんでいただけたらなっていう感じで、この、見えるかな？かわいい、禰豆子や炭治郎とかが映る塗り絵がもらえました。で、今回のなんか、特典の目玉として、やっぱりこれ、この煉獄ゼロ感があるんだけど、パッと読んだら、まあスタッフのインタビューだったりとか、キャストのインタビューだったり、あとはまあジャンプにこれ載ってたよなっていう、確かジャンプに載ってた煉獄さんの過去の話が載ってます。なのでなんかもう完全書き下ろしってわけじゃないから、なんかとにかく欲しいっていう人じゃなければ、まあそこまで気合い入れて狙いに行かなくてもいいのかなっていうふうに思いました。はいはい、ということで特典はこんな感じで映画の話をしていこうと思うんですけど、やばかったなー、もう本当に僕はもうワクワクしてしょうがなかったですよ。でももうさ、アニメ勢の人はずっと疑問だったと思うんだよ。もうさ、無限列車編が映画になるってなった瞬間に、うわぁ、煉獄さんって言ってる女の子たちとかさ、男の子たちがさ、多かったと思うの。で、多分、アニメ勢はわかんないと思うんだよ。やっぱりね、原作は知ってる人は、うわぁ、煉獄さんっていうのが、なんでそんな煉獄さん押すのみんなみたいな感じだったと思うんだけど、もう映画を見てわかったでしょ。こういうことなんです。煉獄さんかっこいいんです、本当に。この2時間ですよ。この2時間で煉獄杏寿郎という男、その全てをもうほぼ書き切ってるっていう凄さよ。それがマジで熱いんですよ。
多分ね、これ連載から追っかけてる人はわかると思うんだよ。この話が、鬼滅の刃を一個上のステージに上げたんです。それまでは、なんか善逸が出てきて、ちょっと面白い漫画かなってなってきて、ただ、その時点でもまだ、好きな人は見るよねっていうレベルの話だったの。で、この煉獄さんの一件があって、うわ、すごい、ま、ちょっとしか出てない煉獄さんにこんなに好きになった、作者さんすごいな、セリフ回しすごい綺麗だし、めちゃくちゃ胸が熱くなったっていうファンの声がボカーンって爆発して、まとめサイトにも、ここすごかったってまとめられたりとかして、こう、鬼滅の刃がやばいっていうことが認知された話なんだよね。だからこそすごい期待したし、もうドキドキしながら見てたんだけど、もうこれできたね。やばすぎ。まあ、これだけでも無限列車編の凄さがなんとなくわかると思うんだけど、いやー、何から話そうかな。いやー、でも炎武かっこよかったな。僕、十二鬼月の中でも炎武一番好きで、まあ、あの手に口があったりとかさ、もう化け物になったりとかさ、いや、もうかっこいい。なんかロマン溢れるなっていう感じがすごい良くて、睡眠使いでしょ？いやらしいなーっていう感じですごいいいなと思う。で、その炎武がすごいいやらしく動いてんだよね。あの、いやらしいってそういう意味じゃなくて、本当にねちっこくて、もう相手をはめようとはめようとすごい悪いような考えで動いていく感じがもうすごいドキドキしたし、いや、それに立ち向かっていく炭治郎もかっこよかったなー。いや、ていうかね、この映画はやっぱり見せ場、今回はすごい見せ場が多いっすね。序盤にぶっ込んで、中盤にぶっ込んで、で、終盤にぶっ込むっていうさ。まあ、大体、構成的にはやっぱり序盤の鬼、で、中盤で炎武と戦って、で、終盤で赤座と煉獄なんだよ。いや、もうね、盛りだくさんっすね、マジで。いや、もう盛りだくさん。本当に2時間でこんなもらっていいんすかっていう感じ。いや、なんかもう本当に、あ、いいんすか？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 っていう感じでしたね。で、あとなんだろうな。あと、善逸か。善逸？ごめんなさい、僕、ずっと漫画の頃から、善逸のことを、善逸っていうもう、現実と同じイントネーションなんだけど、僕、フェンリルと同じイントネーションで言ってたのね。善逸って言ってた。善逸って呼んでたの。だからちょっと善逸っていう風になっちゃうけど、やっぱり善逸はすごい良かったよな。あの、心の中の動きがマジでやばかったな。なんか、完全にシザーマンだったもんね。あれも面白かったな。いや、でもやっぱり全体的にこの落差がね、すごいついていかせましたね。あの赤座との後ね、炭治郎が赤座に向けて言った言葉で本当に胸が熱くなった。あのシーンはね、マジ漫画で読んでても熱くなったけど、いやーもう本当に、もう映像で見ると、うわ、刺さるって、なんか映画の音響で聞くんですよ、さらに。なんか、逃げるな卑怯者って、ファン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 っていうさ、もうちょっとさ、映画の音響だからちょっと反響する感じで響く感じが、もうすごいたまんなかったな。でもやっぱり中でも一番泣いたのは僕は、本当に最後の煉獄さんの言葉だよね。あれはマジでやばかったなぁ。いや、漫画でも、あそこはすごい評価された部分だと思うんだよ。あの、セリフ回し。心を燃やせとか、あったと思うんだけど、あれ、漫画だと確かポツポツとこう、モノローグのように、ポン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 吹き出しがあって、こう、なんか、語りかけていくって感じだったんだけど、映像がつくことによって、涙が止まんなくなっちゃって、本当に。あの、君の妹、釜の禰豆子、鬼殺隊の一員として、俺は認めるって言った時に、あははみたいな。禰豆子は血を流しながら頑張ってくれたところで、背景に、もう頑張ってる禰豆子が映るんだよ。なんか、煉獄さん、ありがとうっていう風になるんだよな。本当にもうやばい。あそこマジやばい。でも最後笑って、な、やばい。めちゃくちゃ良かった。そこマジ良かった。もう、あのシーンを見るためだけに原作ファンはアニメ嫌いでも行くべきだと思う。本当に。アニメなんて邪道だとか言ってる人たちは行くべきだと思うな。マジで。あのシーンがもう本当に原作をもう数段超えてますよ。やばかったな。あともう作画はね、もう言わずと知れていいからね、もうなんか。もう作画の話をするのはナンセンスなんじゃないかと思えてくるぐらい作画が良かったな、なんかもう。いや、ただ鬼滅の魅力って、やっぱりこの1対1でガツンとぶつかっていくんじゃなくて、もう集団で鬼に立ち向かっていく。その連携の感じがすごいやっぱり胸を熱くさせるんだよな。だから終盤に、伊之助と炭治郎がこう、なんか連携して戦っていったんだけど、そこの作画マジでやばい。めちゃくちゃ胸熱くなるもん。男の子そういうの大好きですよ。はい。いやー、そこもやばかったなー。
でもやっぱりこの2時間でやっぱりこんだけ煉獄さんを好きになる要素を詰め込むって本当に原作者さんの話の作りとかキャラの立て方がうまいんだなって思いますね。本当にだって煉獄さんが活躍したの本当にこの2時間だよ。この2時間活躍しただけで僕ら煉獄さん大好きになっちゃってんだよ本当に。で煉獄さん知って泣いてるんだよ。もうずっと一緒に過ごしてきた師匠みたいな感じに思っちゃってるもん。なんなら鱗滝さんより長く一緒にいたんじゃないかとまで思えてくるくらい、もう煉獄さんへの思い入れがすごいですね。いやでもさ、ちょっと原作の話になるんだけどさ、ジャンプで今煉獄さんの話をちょっとやってるんですよ。読み切りだったかな、あれで見たんだけど、いやーなんか煉獄さんの訃報を甘露寺さんが聞いた時の反応、あれは来るものがあるな。あれを読んだ後にあのシーン見ると、ああそう、つれー甘露寺さんつれーよーってなるよなっていう、これはね読んだ人にはわかると思う。マジでちょっと読んでほしい。ストーリーのネタバレはないから、確か。この、今、ジャンプの連載してる読み切り。確か、ジャンププラスだと、バックナンバー変えるから、この読み切りがついてるジャンプをちょっと買って読んでほしい。いやね、変わるよ、本当に。煉獄さんの訃報を聞いた時の、甘露寺さんの反応、うわ、そういう、うわ、つれえな、これ。甘露寺さんが一番つれんじゃねみたいな。いや、でも本当にそう思ったわ。この、反応を見た時に。うわ、そういえば、みたいな。なんかでも本当に甘露寺さんとかを見たりとかしても、やっぱ煉獄さんって生きてたら、すごい、後々の鬼殺隊に大きく貢献したんだろうなっていう風に思わされましたね。それだけでかい人を鬼殺隊を失ったんだなっていう、なんか喪失感と、悲しみと、まあ、猪之助じゃないけど本当に前を向かなきゃいけないんだなっていう気持ち。いろいろと考えさせられますね。ただ本当に煉獄さんの生き方はまっすぐで、本当に炎のようで、もう燃え尽きるまで最後まで熱量を保ち続けるっていう感じが、なんかこちらも頑張らなきゃなって思わされますよね。俺も最後までまっすぐこんな男になりたいなっていう、自分の正しいと思ったことをし続けれるような人間になりたいなって思わされましたね。もうこんな感じで終わりにしますけれども、いやまだまだ語れるよね。いや本当にね、誰かと会って話したいよ。友達と見るのがいいと思います。そうだ。で、一個思い出したんだけど、ちょっとこの映画見るのに一個注意点があって、スピーカーって壁際の席は、気をつけてください。本当に、この映画すごい演出とかも気合入ってて、ド派手なんですよ。だから効果音結構でかいっす。だから、人の言葉とかが、この効果音とか音楽に紛れて聞こえなくなる可能性があります。僕、壁際の席だったんですけど、ちょっと聞き取りにくいなっていう場面が多々あった。だから、しっかり真ん中で音がこう混ざり合う。ところで、しっかり聞いた方がいいかなというふうに思います。本当にもう破壊札これ何式ですかみたいな。破壊札何式みたいな。なんかもう、こんな感じになっちゃうので、まあだからできる限り真ん中の席はキープした方がいいです。妥協で壁際に行くと、多分アニメ勢だと、多分何言ってっかわかんないっていうシーンが多分出てきちゃうかもしれない。僕は本当に読んでたから、あ、こんなこと言ってたよなで思い出しながら、頭の中で保管できたけど、ちょっとね、厳しいシーンがあるかなっていう風に思うんで、もうぜひともね、初見の方、アニメ初見の方は本当に注意してください。はい、まあそんな感じで、まあ注意もありまして、いろいろと語っていったわけなんですけれども。いや、もう本当に語りたいっすね。なんか友達と一緒に行って、で、帰りにこうマックとか寄ってさ、あれ良かったよね、これ良かったねっていう風に語りたかったなっていう感じですね。こう、モニターの前で一人でこう、あれが熱かったんすよって語るよりも。まあそういう人が、もしね、いないよっていう人は、なんか下のコメント欄で熱く語っていただけたらなという風に思うんですけれども。いや、でもいっぱいいろんな人が見てたね。なんか小学生も見に来てたんだけど、あの子たちは学校大丈夫か？もう9時の回で見てたんですけど。ま、学校休んでまで見たくなっちゃうのかもしれません。はい、そんな感じですね。本当にね、鬼滅クラスターっていう単語がね、僕ね、ツイッターのトレンドに上がるんじゃないかって俺、もうこれから結構危惧してるんですけど、まあ本当に何もない人は体調万全にして、こう、対策も万全にしていきましょう。そんで体調の悪い人は我慢しましょう。本当に、万全の時に見よう。うん。こんな感じで注意喚起もしつつ、アニメのレビューを終わろうと思います。なんかコメントあればください。まあ原作のネタバレはなしで、まあできる限りね、まあ見た人でこう熱く語り合っていただけたらなというふうに思います。僕も語りたいんでね。もうガツガツ行きましょう。はい、そんな感じです。以上、劇場版鬼滅の刃無限列車編映画レビューでした。バイバイ。煉獄さん。